チャープランことチャープラン・アーリーくんは、大のアイドル。女性アイドルグループ BNK48 チーム B のメンバーであり、同グループのキャプテンを務める。2016年、BNK48 第一期生、オーディション最終審査に合格し、2017年2月12日に、バンコクで行われた、ジャパンエキスポタイランド2017の席上でお披露目、された。6月2日、 バンコクの大型商業施設 EM カルティエにおいて BNK48 として初パフォーマンスを行い同講演でグループのキャプテンに任命された12月24日他の23名と共にチーム BE を結成2018年5月から6月にかけて実施された AKB485 サードシングル世界選抜総選挙に立候補し39位にランクインした 2018年12月から2019年1月にかけて実施された b n k 4 8スシングル選抜総選挙では1位となりシックスシングルビギナーのセンターポジションを獲得した2019年10月5日出演映画ホームステイ僕と僕の100日間が日本で公開2019年11月17日ソロでのファンミーティング チャープラン S ファンミート、メアンドマイキャッツ僕と僕の猫が開催された。BNK48 名義、AKB48 名義、BNK48 名義、リバーに収録、ジャーバージャに収録。ありがとうございます。